ばんは。お疲れ様です。こんばんは。コンサートグッズいいね。あ、そう、コンサートのグッズが解禁となりましたね。ぜひゲットしてください。今日も歌っちゃおう。みちの卒コングッズ良すぎてバイト増やしました。え、本当に？このグッズ買わなきゃ。バイト増やそうって？そんな。ありがとう。こんばんは。独り言聞かせてよ。おきちゃんが歌ってたから。お久しぶりです。お、久しぶり。こんばんは。デスティユー曲をさ、いっぱい歌いたいよね。昨日歌えなかった、最後まで。ステッカーの顔が可愛すぎた。あ、なんかね、ステッカーは全部自分で考えたんですよ。斜め向いてるの。なんかあれはなんかね、未来へ向かってるんですけど、なんかなんかいい感じかしら。あの、喜怒哀楽したり、オーディションナンバーの22ぽくピースピースしたりしました。卒コングッズの衣装は短いんだ。あ、そう、卒コングッズの卒コングッズの衣装も私が選んだ、あのレコタ衣装です。スペサポは下にワップされる。うん、おきちゃんがみちとおきちゃんのキャラクターでコラボしたかった。コンプラウサギとつきみちゃん、スコングッズコンペやな。ぜひ、あと写真集もあの売られるので、で、あの卒コンの限定のあれなので、ポストカードがついてくるので、ぜひ。あの月見ちゃんのやつ超かわいいね。色がいいでしょうの。デコタイアクスタ好きすぎる。本当に？で、答えにしてよ。なんかさ、やっぱ思い入れある衣装がさ思い入れのある衣装が多すぎて、なんかどうしようって思って、難しかったですね、選ぶの。月にコンプラすぎ。おお、衣装のチョイスめっちゃいい、一番好き。本当に難しかった。本当にめっちゃ迷った。でも美月らしいって南に言われました。こんばんは。うんうんうん、ぜひゲットして。よかった。しているのか、恋は疑り深い。
遠い彼方のあの輝きは近くで見てしまえば普通だよ。真実とはそういうものだ。振り見たくはない。それよりここで、あやふやはいけないことか。もどかしさが恋なんだ。手に入らないから恋だ。寄せる波こそ夏の想い。不器用に不器用に人を愛し、悲しみの深さに怯えて、ほんの少しの思い出を抱きしめ、傷つかないこちらの騎士に言いよう。不器用に不器用に叩いちずに、大事な人を思ってたい。臆病な男だと笑うがいいさ。まさか涙を流すなんてね。僕はそんな僕だったのか。今日めちゃめちゃ黄砂が飛んでたらしいですよ。光の浮かぶ海の水面、それはどっちに語りかける。 LINE が返ってきても既読スルーされたって、君に何とかしたりしない。誰よりも誰よりも愛したせい、もう僕はじっとしていられない。愚か者としろよ。そして僕が僕じゃなくなる。何しようかな。STU の曲にしようかな。私から切り出した、どうでもいい話題に紛れ込ませて隠していた切なさとか愛しさとか伝えてみた。あなたは少しだけ困った顔しながら、付き合っている彼女がいるなんて、それでもまだ気を使って微笑んでくれたから惨めになる。このタイミングで無理して言わなきゃ怪我しなかった。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで、自分の歯から絶対告白なんかしないよ。だって突然膨らませてた心の風船が割れて、しゃがみ込んじゃって立ち直れない。好きになるのはとても簡単なことだけど、相思相愛は奇跡に近いのかもしれない。あっという間に希望が消えて、それでも何の気
綺麗な夕焼けに悪態つこう。そんな大事じゃなく小さな幸せでいい。恋が叶わなくても恋してたい。微妙に気まずくなる。最悪の事態にならなきゃいいけど、そうなのねって引き際よく精いっぱい強がってた。話題をすぐ変えて餃子の話をした。脈絡なさが自分でも痛いよ。焼き餃子も水餃子も今の私にはどうでもいいのに。思いつきで口にしちゃいけない感情だった。誰かが先に好きだと言ってくれる日まで、ただ受け身のままじっと待ってようと思う。自分の方から思いを打ち明けたりはしない。深呼吸一つして冷静になる。昨日までのような友達に戻りたいけど、やっぱり何かが変わってしまったかもしれない。そんな自分のままさに呆れ後悔をしてもしょうがない。普通の星空に頬とかれてる。どんな秘密もしまっておけない胸の片隅。正直者なんて自慢できないよ。誰かへの愛しさごくりと飲み込んで夢でもいいよ。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで、自分の方から絶対告白なんかしないよ。だって突然膨らませてた心も風船が割れて、しゃがみ込んじゃって立ち直れない。好きになるのはとても簡単なことだけど、そうしそう愛は奇跡に近いのかもしれない。あっという間に希望が消えて、それでも何度食ったくもない。綺麗な夕焼けに悪態つこう。そんな大事じゃなく小さな幸せでいい。恋が叶わなくても恋してたい。にょ噛んじゃった。また私おもこい書いたんですよ。好きな曲、好きな歌詞でもちょっと間違えたかもしれない。あそこも好きなんやけど、 2B の歌詞を書いたんですけど、 1B も好きなんですよね。思い出せる恋をしようの。好きなんやけどね。僕は君が好きで、君は僕が好きなだけだ。その先のことなんか誰もわからない。すごくない？この歌詞なんかなんつったらいいの、青春って感じ。甘酸っぱいってなる。あの曲の C 全体の世界観がいい。わかる。もう恋ってすごいよね。もう恋あげていたメンバー多かった。おむし？でもなんか全員選抜とかさ、なんかいろんな好きなポイントがあるんだろうなとも思うけど、自分の中に。でももう曲だけでしてももう恋って本当に好き。まあ全部好きなんですけどね、もちろん。この前さ、そのアルバムの話をしてて、アルバム、シティ48のアルバムがね、発売されるんですけれども、私はおもこいをね、あげてたんですけど、葵ちゃんは、今歌った、
誰かがいつか好きだと言ってくれる日までの2番の歌詞を上げてて、そうで珍しいなって思ってその話をしてて、誰好きってさ、1番 1AB、 1番の 1A と 1B は勇気を振り絞って私から切り出した、どうでもいい話題に紛れ込ませて隠していた切なさとか愛しさとか伝えてみた。あなたは少しだけ困った顔しながら付き合っている彼女がいるなんて、それでもまた気を使って微笑んでくれたから惨めになる。このタイミングで無理して言わなければ怪我しなかったっていうね歌詞なんですけど、そのシミュレーションをしてたの。勇気を振り絞って私から切り出した、どうでもいい話題に紛れ込ませて隠していた切なさとか愛しさとか伝えてみた。どうでもいい話題に紛れ込ませて愛しさとか隠していた切なさとか愛しさをどうやって伝えたんやろって二人で話して、わあ今日すごい暑いね、めちゃめちゃ暑いみたいなどうでもいい話をしだして、なんか夏休みとかさ何してんの？自分からちょっとさ気になってたんだけどさ、一緒に花火大会とか行かんって言って、そしたら、あ、ごめん付き合ってる彼女がいるんだよねみたいなね、その紛れ込ませてどうでもいい話題に愛しさとか切なささらっと伝えて困った顔しながら付き合ってる彼女がいるんだ、それでもまだ気を使って微笑んでへへってなってて、で怪我して、でそっからは 1C サビはあのこれからのっていうか、そのいきなりその今告白して女の子の心情になるんですよ 1C。誰かが先に好きについてくれる日まで自分の方が絶対告白なんかしないよって、なんかうちに秘めてる話になるの 1C で突然ね。でそしたら次 2A でその続きが来るの、物語の。で付き合ってる彼女がいるんだよねへへっつってさ、でその後に 1C はじゃけん別物っていうか、 1A、1B 思ったことで、その物語の続きはすぐ 2A になるんよ。1B からね。2A に。で、その 2A の最初が、話題をすぐ、あ、違うわ。なんだっけ。二人の関係が微妙に気まずくなる。最悪の事態にならなきゃいけど。そうなのねって。引き際よく精一杯強がってみた。だから、あ、彼女いるんだあ、そうなのねって言って、でその後すぐ話題を変えて餃子の話をして、焼き餃子も水餃子も今の私にはどうでもいいのにって言って、ってことは多分焼き餃子と水餃子どっちが好きみたいな話をさ、そのちょっと気持ちを伝えて、彼女いるんだごめんねって言って、そうなのね、そういえばさ、焼き餃子と水餃子どっちがいいってさ、いきなり話したってことじゃんっていう話をしてて、伝わるこの話下手？その二人のシミュレーションを葵ちゃんとしてたのこの前。いやもうね、サビ部分はいきなりその主人公の心情の方にこうピュッて
クローズアップして、そしたらすぐまたその2人の現状に。みちはどっち役やった？私は女の子。そう、あおちゃんが彼女がいるんだよねへへって言ってたそう、予算の話はなかなかの。いや確かに焼き餃子と水餃子どっちが好きって言われても決められんよね。どっちもいいもん。無力の歌詞。で私が挙げたのは思い出せる恋をしようなので、そうそうなんよ。私も 1A1B の続きが 2A っていうことを葵ちゃんから教えてもらって、確かにって思って、なんかなんて言ったらいいの、続きっていうのは分かってたけど、そのすぐの話なんじゃっていう焦りが 2A2B に現れてるのを知って、すごいなんか学びになりましたね。揚げ餃子も好き。私も揚げ餃子いいよね。でも一番は、焼きかな。やっぱりどうなんだろう、焼きかな。うん、鶏皮餃子確かに。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空を見上げていたって忘れないよ。シャギシャギ。遠くから眺めてる自分の性格。君は泣きそうな顔しながら前髪を下ろして何を食べたうの。僕は君が好きで君は僕が好きなだけだ。その先のことなんか誰も分からない。
べたくない。いつの日にか思い出せるとっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って、昔話幸せすぎちゃう時間はあっという間に消えてしまうからも好き。早いよね、楽しい時間はあっという間で。幸せすぎちゃうってさ、そんな可愛い言葉が歌詞にあるなんてね。
空の色があるらしい。いくつもの青やいくつもの赤があるんで、この目で見て知ったよ。だから今でも時々思い浮かべる、知らないことや知らない色、ここで立ち止まりたくない、このまま進もう。悲しみ吉彦さん、11位ケンケンさん、10位坪井ゆうすけさん、9位ブルーさん、8位アリくんさん、7位こうしてカブさん、6位カネシクさん、5位ジャストミトさん、4位ウマちゃん、3位クロスケさん、2位タカケイさん、そして1位ドロレスちゃん、中田大工さんでした。ありがとう。ラキナマ22位はウェザーコックさんでした。ありがとうございました。おやすみなさい。また歌おう。